問題は10問で時間は30秒です。左の正しい絵を見て右の絵の2箇所間違っているところを見つけてください。すぐにわからないときは動画を止めてじっくり考えましょう。第1問、お盆といえばお墓参りです。根本家がネギ家になっています。花が一つ増えています。第2問、大好きだったおばあちゃんのお墓です。おばあちゃんが怒った時の眉毛です。葉っぱが大きくなっています。第3問、お墓の掃除は結構大変です。羽の先が長くなっています。枯葉が一枚リアルになってます。第4問、決してふざけてはいません。化けガエルになってしまいました。お父さん、鼻毛が飛び出しています。第5問、おじいちゃんが眠っています。巨大なスズメの向きが逆です。お墓の一番下の部分が増えてます。第6問、のどかな風景です。ツバメの位置が右に移動しています。アヒルの子供が向きが反対です。第7問、こんなお墓があったら不気味です。
巨大なセミの抜け殻が顔を出しています。スカートの線が一本増えています。第8問、わけのわからないお墓です。ここのピンク色の部分が黄色くなってます。アリの向きが違っています。第9問、業者さんにお墓の掃除を頼みました。巨大カマキリの触角がなくなっています。長靴のようなものが長くなっています。最後の問題、第10問、よく見ればわかります。奥にあった花が前に出てきています。桶に線が一本増えました。よかったらチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。